はい、どうも、こんにちは。今回ね、またデトロイトビカムヒューマン続きやっていこうかなと思います。前回は、カーラ編だよね。ちょ、カーラ編で、あれなんだよ。あれだって。カーラ編だけじゃないけどさ。これ全然考えてなかったわ。とりあえず、テーマパークに来たわけよ。車が止まったから、とりあえず、一晩だけでも過ごそうってことで、テーマパークを探し当て、まあ、それを見つけたんだけど、見つけてさあ寝ようってした時に、なんかそう、テーマパークで働いてたアンドロイドたちが、なんか、面白い場所を紹介してあげるよって来たから、まあ、とりあえずなんか、ついていく流れになってるから、ついていくわ。怖いんだけど、パパもいいんだ、パパも。パパも加わったから、俺ら。名前なんだっけ？怖っ。あ、いるじゃん、でも、巨漢がいる、あそこ。みんな来たよ、みんな。見せてくれよ、花火を。さあどうぞ。何？メリーゴーランド動かすって。そう、俺らの仕事じゃないでしょ。お前らが動かすよ、そんなの。俺の仕事じゃねえよ、メリーゴーランド動かすのは。動くの？お、すげえ。うわ、綺麗。いいじゃん。さあこれに乗ってごらん。乗ったええら動かしてあげ。ー、怖いよー。怖いって、なんか騙されそうで怖いええかい。わ。あれっす、行こうか。タツの落とし乞いにじゃん。タツの落とし乞い乗んの？ね、タツの落とし乞い乗るのは、なんか、どうした？大丈夫？アリス大丈夫？一緒乗ろうか？アリス。怖いよな、危ないよな、ここな。あ、見守んの？それは それはどうなの？一緒に乗ってやれよ。あ、ちゃんと回る。ちゃんと回るやん。じゃ、アリスー。アリス、こっち見て。アリス。かわいい。じゃ、アリスー。写真撮ろうぜ、写真。アリス、ちょっと。あ、アリスー。あの子が笑うのを見るのは初めて。写真撮ろうぜ、写真。ここのとこ、辛い目に遭ったばかりだったろ。動画撮ろう、動画。じゃ、アリスー。楽しそう。あら、お前らもちょっと、もう久々に子供の笑顔見れたからって、ちょっと、幸せに終わればいいけどね。怖いよね、ちょっとやっぱ。うん、すごい回るな。結構速くない？ このメリーゴーランド結構速いよね。あ、終わるか、これで。ハッピーエンドじゃん、こんなの。は？めっちゃハッピーエンドじゃない、これ。ねえ。ああ、一個しかない。三人は、心休まるひとときを過ごした。いいなあ。普通にいい奴らじゃん、あいつらじゃ。もう怖かったけどね、最初来たとき。どん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 って来て。めっちゃ怖かったけど、普通にいい奴じゃん。れか。コナーか。こっちも雪降ってんだな。何？何？何その安い人形。音楽よりもその安い人形が気になるわ。何してんすか、ハンク兄さん。ハンク兄さん何やってんすか？遠くない？なんか。あの光何？あれもハンクかな？何こ、今回の事件は何なの？あんま知らないんだけど。あ、なんか、あ、これ本かな？本っぽいな。本臭いな、これ。本臭い、これ。お、いいじゃん。モデルっぽい。ん？今世紀を代表する人物に一体何が？謎に包まれた男、カムスキー。うん。他の裏は？北極圏ショック。高まる緊張に株価が10%下落。ウォーレン大統領支持率33%。結構支持されてないな。サイバーライフが1兆ドル企業に。まあ、今の時代、一強でしょう、この時代だったら。何これ、カムスキー。今世紀を代表する人物に一体何が？ 2028 年、イライジャ・カムスキーを兵士は21世紀の顔に選出した。カムスキーの発明が我々の世界を一変させたのだ。アンドロイドは経済も激変させ、生活や家族形態を変え、良くも悪くも社会のバランスを永久に変えた。あ、カムスキーが生み出した人なんだ。その数年後、カムスキーは姿を消した。え？サイバーライフ CEO の座を追われ、メディアを避けて隠居し、自らが生んだ世界と決別したのだ。カムスキーは2018年、割安な不動産がスタートアップを引きつけていたデトロイトで創業。
大学を出たばかりでなけなしの資金をアンドロイド開発につぎ込み、数年の苦闘の末に突破口を開いたブルーブラッドと生体部品だ。公式にチューリングテストをパスし、世界に衝撃を与えた最初の実用モデル発表後、素早く時価総額世界一の企業に成長した。だが同社の企業価値がまさに5000億ドルに迫ろうとしていた時、カムスキーと株主が報酬をめぐって対立しているという噂が流れ、カムスキーは不可解な状況でサイバーライフを去る。現在カムスキーは彼がこよなく愛するデトロイトの郊外にある水辺の豪華な別荘で全ての面会を謝絶してアンドロイドと暮らしていると言われている。カムスキーは今何を思うのだろうか。その答えを知る者はいない。こう怪しいけどね、出てきそうだけどね、カムスキーだったら。出てきそうだよね、カムスキー。そんなに言うんだったら、今後出てくんじゃないの。ゲーブ、何やってんすか、こんなとこで。寒くないっすか、ゲーブ。お話しましょうよ。いい景色じゃん、いい夜景じゃん。何これ、どこ座ってんのよ、椅子に座れや、お前。それ、背もたれやぞ、おい。いい眺めだろ。背もたれに座んなよ。前はよくここに来てたんだがな。おお。個人的なことを聞いてもいいですか。アンドロイドってのは個人的な質問するもんなのか、それともお前だけか。よし、一旦音量上げようかな。ちょっと待って、よし、音量上げたからいいや。写真、キッチンのテーブルに子供の写真が。それ言うなよバカ。息子さんですか。それ言うつもりなかったわ。ああ、ごめんて、ハンク。コールって名前だ。ハンク、ごめんて、言うなよ。でも感想に見えしてるな。飲酒は控えた方がいいのでは。体にも深刻な影響を。まあストレス発散なんですよ多分。ところだね。ハンクもボロボロじゃん。事件解決の糸口が見つかりません。うん。変異体には共通点がない。モデルも違えば。生産された工場も時期も違う。あ、それ厄介だね、確かに。いや、RA9 っすよ、こんなの。彼らは共通して RA9 に執着しています。うん。あれはまるで一種の宗教。神話かい。プログラムに存在しないものを作り出したみたいに。おお、確かに。彼らを信じるアンドロイドね。まったく。世も末ってやつだな。本当だよな。警部補、何か気になることでも。まさかエデンクラブでの出来事に関係が。あの二人は一緒にいたかっただけだ。それに本気で愛し合ってた。あの二人か。合理的に、まあまあまあ合理的にいこうか。人間の感情を模倣できても機械に過ぎません。お、機械には一切感情がないんです。下がりそう、ハンクの。大丈夫か。危ない危ない、お前あんまのけぞんな。背もたれないんやぞ、そこ。見た目は人間、話し方も人間。うん。だが本当は何者なんだ。ちょっと冷たく、まあ中立的に。あなたが望むものになりますよ。お、上がった。パートナーでも。いいね。飲み仲間でも。そうですよ。ただ任務を遂行するだけの機会でも。うわぁ。自殺した時何か感じたか。それともこれっぽっちも気にしちゃいないのか。感情はない。冷たく。感情はないと冷たく一緒じゃん。私は命令を実行したに過ぎない。すべきことをしたまでです。そうだよ。冷たくは言えないよ。は？なんで？死ぬのが怖くないのか、コナー。いや、怖い怖い怖い。いや、怖い怖いって、論理的に。賢明な行いとは言えません。いやだいやだ、俺ゲームマンやりたくないもん。大きな痛手となり。やめて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 、違う。下げんな下げんな、バカ。おいおいおい。引き金を引いたらどうなる？怖いって言えばよかった。無か。暗闇か。それとも天国か。立てつくハンクの怒り、皮肉、無。
ハンクの怒りって何これ。ハン無だ、押せなかった、ただの無ですよ。あ、なんかルート開いたよ。どこに行くんですか。ルート開いた、なんかルート解除出たよ今。少し考えてくる。初めて見たルート解除って。今俺ゲームオーバーになると思った。俺こんな形でゲームオーバーになるのかなと思った今。焦ったわ。死ぬのめっちゃ怖かったわ。ごめん。コナーごめん。俺嘘ついたわ。死ぬのめっちゃ怖かった今。ん？あ、写真を見たから写真について話すことが生まれたんだ。ハンカコナー残し立ち去った。もう一個なんかあるね。撃つってのがあったのかな？もしかして。世論懐疑的、アマンダ信用、ハンク友情。まあ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 、うまく終わったからいいや。誰だ？あ、マーカスじゃん。あ、あの駅じゃん。てか、俺が最初降り立った。あ、これアンドロイドサービスなんだ。あ、荷物運んでくれたりするんだ。うわー、やめたりーなー、もんな。なにこれ。読まないの？読みたいよ、俺は。あれ？でもなんか異常出てるよ、異常出てる。これ赤色になった、赤色になった時ってだって異常だもん。なに？なにこの始まり方？は？あー、あれか。手術じゃないけど。生き返らせれるように。うん、人間に俺たちの要求を伝えよう。マジ耳を貸すわけないだろ。そうだよな。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り自由は手に入らない。まあ状況は変わんねえわな。どうするつもり。なになになに、急に放送局映画みたいな。制御室は最上階、うん、そこを目指す。あれか、放送で訴えかける感じ。怖い、やだ。来てるし、もう来てるじゃん、マーカス。かっこいい。どこで買ったそのスーツ。かっこいい。何が起きても平気なように、細部に至るまで計画を練り上げよう。あ、これあれか、先に調査に来たんだ。とりあえず。47階に向かう。47階に向かうの、いきなり。なんか二つあるな。なんか急にでもなんかあれじゃん。ん？チャンネルずる。ああ、まあだからニュース局か。はい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 。あそこで訴えるんだ。アンドロイドみんな、頑張ろうぜみたいな。ごめん、クソ雑で。なにこれ？こっちなにこれ？分析する。まさか？あ、なんか写真あるよ。エミリー・ウェイソン、管理者の娘、子供つらすき、セイローズが、あー、ラッチとかやめてよ。ラッチとかやめようぜ。ラッチはやめよう。穏やかじゃねえわ。何？エリザベス・ウィルソン。あ、これはアンドロイドじゃないのか。普通の人間か。スマートウォッチ。まあまあ、もうこれに近しいもん。電話番号わかるんかい。怖いな、アンドロイド。注射バッジ。はい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 。これは？自宅住所。住所置くな、ここに。もうバカ。電話する？電話するって何？は？消えた。受付の方消えたんだけど。え？消えた。エリザベス・ウィルソンです。やめてよ。いや、やだ。もう。すげえ声変えてるんだけど、マーカス。そうですか、わかりました。いやもう受付なんすればよかった。ごめんって。なんかすごい邪道、すごい邪道な方法で来てしまった。もう、ああさらに受付、さらに受付。もう一個あるじゃない。じゃあもう
マンがすごいなんか悪いことしてんじゃん。もうこんにちは。こんにちは。こんにちは。ご用件は？パーカーさんと会う約束をしているんですが。ID の提示を。なあ、はい、もちろん。え？知ってんの？助けてくれ。すげえ、かっけえ、かっけえ。ID を確認しました。エレベーターはセキュリティが奥です。バカ強えじゃん、マーカス。マーカスバカ強えじゃん。アンドロイドだって、セキュリティをかいくぐる。セキュリティをかいくぐるって絶対むずいじゃん。失礼します。もう怖っ。ああ、かいくぐったなぁ。そんなすぐ終わるもん。エレベーターに乗る。あ、なんかあるよ。あ、すげえ。なんかでもこっちもあるよ。なにこれ。呼ぶ？呼ぶって何？呼ぶって。あー、ここだけか、エレベーター。あ、オッケーオッケーオッケー。怖いって、もうこんなん。なんで俺だけなの？あ、ごめん。マーカス強すぎん？そんなん。失礼します。マーカス強すぎるやろ。最強じゃん、マーカス。あ、だってアンドロイドは従えられるんだよ。助けてくれっつったら。男性トイレから荷物を回収する。はい。あ、これ見ればいいか、マップ。You are、トイレはどこだ？トイレ。ニュースルーム、メイティングルーム、サウーメンズ、あ、あるね。メンズバスルームあるね。なんかあんじゃん、道中に。なんかあるでしょ、多分。行こうか、バスルーム、とりあえず行こう。みんな元気か？おい。あ、なんかサイバーライフ侵入者みたいに言ってるな。あ、違うわ。一応取り企業って言ってるわ。お、すげえ。お、はい、はい、バレるくないこと大丈夫？読もうか、とりあえず。あ、プラスチックの石、これは強いぞ。国防総省がアンドロイド兵5万台をオーダーする方針。いいじゃん。ウォーレン大統領も気になるな。あ、お前がウォーレンだ、顔出てきたな。噂したら。苦境に立たされたウォーレン大統領。まあ、込み出しはいいや、とりあえず、もう。読もう。読んでるよ。国防総省がアンドロイド兵5万台をオーダーする方針。国防総省の新防衛計画では、すでにアメリカ軍で稼働中の約20万体、実際の個体数は軍事機密のために公開されていないの軍事アンドロイドがさらに増強される。5万体のアンドロイドのうち2500体はエリート部隊プロトタイプのミルミドンで、米海軍特殊部隊に代わって潜入や暗殺任務に対応する。アメリカ軍戦闘部隊の大部分はすでにアンドロイドで構成され、人間は指揮官や参謀として残るのみだ。しかしこれらの役職も複合に人工知能の支援を受けているため、アメリカ軍を初の完全自立型軍隊と呼ぶ人もいる。まあでもそれは賢いと思う被害者も出ないし、このことは軍のアンドロイドに関する論理的論争を再燃させ、機械には戦場で生死に関わる決断を下すための道徳観念がないという意見も聞かれる。戦争犠牲者によるNGO の代表ボブーツ氏はこのニュースに問題だとコメント。機械は単一の任務に集中するもので道徳的判断力が乏しい。アンドロイドのさらなる導入は一般市民の犠牲が増えることを意味すると述べた。あー、なるほど。勝てないかもしんないってことか。ちゃんとした判断ができないかもしんないってことか。なんかいっぱい光ってたんだよな。こんにちは。あんまりジロジロ見るのやめようぜ。ここは穏便に行こう。穏便にL1 ゴミか。え、急に監視カメラ視点やめろや。おい、んこれは、あ、今やってんね。急に監視カメラ視点やめようぜ。お、仕事してるね。かわいいロボットくん。いろんな角度から見れるね。え、怖い。なんか急にバレそうと怖いわ。ん、何これ、またエルちゃんの。
めっちゃ見るやん。めっちゃ見るやん、いろんな角度から。これ何これ。あー、バスルームじゃん。何もないか。じゃあ行こうか、トイレ。失礼します。荷物を回収する。なんかあれなのか、先に行ってもらってんのかな。やばい、見られる見られる、危ない。目が合うとこやった、今。危なかった。わ、すげえ、こう、おしゃれー、このトイレ。何これ。めっちゃおしゃれじゃん。L1。何よ、L1 って。あら、かっこいい。あ、閉まってんじゃん、他のトイレ。は？使ってんじゃん、みんな。荷物あんの？登る？え？え？どういう技術、どういうことしてんの、お前ら。エージェントじゃん、マジで。え？仲間が持ってきてくれたの、ここまで。そんなことある？出る出る出る。いやーコントローラーの電源が急に切れてビビったわ。マジビビった。コントローラーの電源が急に切れたんだもん。焦ったわ。やめてくれや。音声が消えたと思ったら急に。何？とりあえずまあ続きからやるわ。ただあんまりやらないけどなまああそこで終わるわけにはいかなかったから、もうちょい行ってやめるわ。ちょっと次セーブしたら、言うても時間やってるから結構。え、でもこれに着替えて意味ある？逆になんか、まあまあでも侵入してることにあんまり不思議に思われないわな。多機能アンドロイドを見つける。多機能アンドロイドを見つける？どこだ？多機能アンドロイド。みんな、掃除をしてきました、私は。見てるからな、一応。チラ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 見てるからな、俺は一応。あ、いるじゃん、あそこ。行こうか。あ、中にいんのか。入っていいの？大丈夫かな、入って。まあでも、あれだからね、一応作業員だからね、俺今。失礼します。失礼します。おい、おい、お前、おい、おい、おい、お前、おい。協力してほしい。え、変異させるって何？え、お前、変異させるって技術持ってんの、今。はぁ？マーカス強っ。え、協力してほしいでアンドロイド全て手なずけられんの？最強じゃん。あー、待って待って待って、難しい。非常階段の扉を開ける。すごい、お前最強じゃん、マーカス。どっち、非常階段。失礼します、皆さん、お仕事お疲れ様です。頑張ってください安いことしか言えんけど。どっちだ。お疲れ様です、皆さん。精進してください、どうも皆さん。どっちっすか、非常階段。こっちっぽくない？なんか、あっぽいね。皆さん、お仕事お疲れ様です。やめちゃいたい。お疲れですか、皆さん。失礼します。じゃあ開けましょうか。あ、いや、あ、てかあいつじゃん、仲間じゃん。ノースじゃん。もう気づかんかった今。何、止まんな止まんな、急に。動きづらいんやから、これ結構。こんなバカ、こんな露骨にさ、リュック置いたらバレるくない？これ上に乗せてるけど。サーバールームに入るには、あいつらを追い払わないと。あー、あれか、心の声か。俺がやる。ん？扉からガードを遠ざける。まだまだまだセーブしてないから、ちょっと一旦、じゃあ普通に。なんかあるはずだよな。ん？なんかあるよ。何これ。
ハッキングする。いや、これだけじゃないです。多分これ四角ってことはこれだけじゃないはず。いや、ちょっと待って、一回探していい？これこれだけじゃないんじゃないの？だってこれだけなわけなくない？だいたい四角とか丸とか三角とかの時って答え一個だけじゃないはずなんだよな、多分。遠ざけるんであればほら、できるだけ遠い方がいいと思うんだよ、こういうとこみたいに。ごめんね、あいつでもいいな、あいつでもいいな、あいつ遠いな、結構遠くない？こいつだったら、こいつ結構遠いよね。こいつ最強に遠いでしょ。女の真逆じゃん。だってごめんね。ガードから遠すぎる。その問題あんのかい。その問題言えや。じゃあ変なやつハッキングしてしまった。ごめんて、あの子。どっちから来たっけ。じゃこいつは、いや、こいつも遠いって言われるでしょう。じゃあ自販機、自販機近すぎる気がするんだけど、逆に。なんか、近すぎん自販機。変なやつハッキングしてしまったな。でも多分、あのロボットでも多分ダメだと思うんだよね。あんだけガツンとやるだけだったら。これ自販機近くない？これ。これ近い気がするんだけど、どう？これ。失敗しそうじゃない？これ近すぎる気がするんだけど、ロボットあれなんだよね。この先だから、あの距離的には多分さっきのやつと変わんないから。ハッキングするか、じゃあ。おお、うまいうまいうまい。あ、自販機でよかったんだ。君はシステムを、窓は俺が。必要なものはカバンに。誰も入ってこないように見張っていて。窓を割る？これ何これ？ロック。ああ、なるほど。これで入ってますよって私は。え、これセーブしてたってか、今回、今。手に取る。手に取るじゃない、これ。あ、手に取るしかないんだ。あ、なんか、あれがあるんだ、凶器が。ちょ、取った。お、ついに来ました、これ。下ろす。何この操作。もういいじゃん。開ける。置く。何すんの？ん？何ですん？レーザー層。あ、まさか？あのよく刑事系のやつにある。あー、それか。え、怖い怖い。やってることやばいってお前ら。来たよ。え？え、協力プレイすごい。お前ら一応窓戻せば一旦引けるかも。一旦バレないかもよ、窓戻しとけば。え、怖い怖い怖い。てかセーブした？めっちゃ長くなっちゃう動画が。あ、セーブしてる。ここでやめていい？これちょっと、ここでやめていい？ちょっと時間が長くなっちゃうから、ここでやめるわ。じゃあ、あたしだ。